眼科専門医の平松です。今日は緑内障の新しいお薬、新薬のお話をしようと思います。グラナテックという名前のお薬です。このお薬は1日2回刺すタイプの目薬です。ですから朝と晩とか決めた時間に刺していただければと思います。3回ですとお昼って忘れやすいんですけど、2回であれば朝晩って大体お家にいますんで、比較的忘れにくいお薬ですね。このお薬の特徴としては、眼圧を下げるそのメカニズムが今までとは全く違うお薬です。緑内障のお薬はどれも眼圧、目の硬さを下げるお薬です。そうすることで進行を予防してあげるんですね。このお薬は今までとは全く違うタイプなので、これまであまり効果がなかった人、はたまたこれまでの目薬だけではなかなかちょっと治療が難しくて手術をしようかなと迷っている人、そういう人に対して極めていいお薬になると思います。また副作用でいうと、体全身に影響したりそういうこともないです。目薬をして見えなくなったり、染みたりというのが強いものではなくて、充血が多少しますけれども、その程度であると言われています。このお薬の特徴として、もともと血流、血の巡りを良くするものだったので、目の血の巡りも良くするんではないかと言われています。大きく分けてこの3つの特徴。新しい緑内障のお薬で極めて期待できるお薬です。知っていただければと思います。この緑内障の目薬、新しい新薬に対する目薬はというこの本の中で109ページで詳しく紹介されていますので、ご興味ある方は見ていただければと思います。